岐阜協立大学は岐阜県大垣市北方町後の52本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された。大学の略称は、企業大。大学名は2019年3月まで岐阜経済大学であった。1967年1月、地元自治体、産業界、教育界の支援を受けて岐阜経済大学開学。当時、 岐阜県内の大学には経済学部がなかったことから岐阜県開発の社会科学系大学として設立された。1998年、地域社会との連携によって教育活動を推進するため、マイスタークラブ、ソフトピア共同研究室を相次いで開設し、学生と教職員が一丸となって、中心市街地の活性化、街づくり活動、小中高校の総合学習支援、 産業界との連携による情報システム研究などに取り組む。2016年1月、経営基盤の強化を図るため、大垣女子短期大学と運営する学校法人の合併に向けた協議を開始。2017年1月11日付で文部科学大臣の認可を受け、2017年4月1日に学校法人大垣総合学園が誕生した。 2012年から教員や公務員志望者向けに試験総合対策講座 PAC を開始し、成果だけでなく課外での学習のサポート体制を取っている。この大学の特徴として4年間を通して少人数のゼミを中心に学んでいる。また、学生全員に E メールアドレスが供与され、学内のパソコンを自由に利用できる。単位認定される。 短期語学研修や1年間の海外留学もある。地域連携推進センター2010年11月30日に、岐阜市立女子短期大学において、岐阜経済大学、岐阜大学地域科学部、岐阜市立女子短期大学連携協定の調印式が開催され、当時の岐阜経済大学、谷江幸男学長、岐阜大学地域科学部口蔵、幸雄地域科学部長、 岐阜市立女子短期大学松田の理学長により協定書が交わされた。ありがとうございます。